劣化が進む石巻市の震災以降、大川小学校について、市は今年度、対策に乗り出しまきょう、劣化の一因になっているコウモリの駆除が行われました。大川小学校は、津波の脅威や学校防災の重要性を伝える震災以降として、当時の姿のまま公開されていますが、去年夏ごろからコウモリの糞の産卵が確認され、 遺族かららも対策を望む声が寄せられていましきょう、大川小学校では、作業員らが校舎に入り、天井にコウモリが嫌う発火の匂いがする固形材を設置しました適正な管理、衛生的な部分ていうのもございますので、そういったところから今回、今年度予算で取り組むというような形になります。石巻市は 当時のままの姿を後世に伝えるには修繕が必要と判断し、今年度、初めて大川小学校の劣化対策に乗り出します。1000万円の予算を計上し、コウモリの駆除に加え、ガラスが割れた天窓の雨漏り対策を行うことにしています。伝ええー、継ぐためにですね、えー、きちんとした形で、えー、その。 皆さんに見てもらえるような状況を保てるような管理をしていきたいと思っております。